はーい、どうも、ナトだよ。今回は自分のメイン武器、ヒーローローラーでガチマッチやっていきたいと思います。さあ、編成は相手ローラー2枚で、こっちがハイドラクワットシャーカーローラー。はい、なるほどね。頑張っていきたいと思います。で、ちょっとガチ遊びね、チャージャーで遊んでたら計測結構負けちゃったんで、ヒーローローラーでバッチコリと、勝っていきたいと思います。さあ、初動2枚やっていくけど、こっちも2枚やられちゃったな。うん。相手、ペナルティアップ積んでるな。ちょっと嫌だな。さあ、頑張ります。さあ、しっかりジャンプしていくと。でね、3だとね、スプラトゥーン3だと、これ俺、ツイッターでも言ったんだけど、スプラトゥーン3ではスプラローラーがね、ほぼ強くなることが確定してるんですよ。で、なぜかっていうと、スペシャルがスーパーチャックじゃないから。スペシャルがスーパーチャックじゃない時点で3のスプラローラーは間違いなく強くなっていると。なのでとても3は楽しみでございます。頑張ります。だから今のうちに2でね、よりおぶね、ローラーの連動を上げていきたい。うわ、外した、外したけど、スーパー、あれ、スーパーチャック地もしかして強い？スーパーチャック地たまに出れる。うわ、外した。相打ち取るけど1枚やるけど、でリールにやられていく。でここね、あと、富士通のね、ガチアサリ、本当に攻めにくいから、全然、カウント攻めるの難しいんだよね。まあ、でも逆に言ったら防衛はしやすい。うん、攻める場所、左対、危ね、左側とさ、正面の金見ときゃいいから。さあ、リールさんがいるんで、ちょっと狙っていきたい。ローラーはね、もう、ガンガン突っ込みます。まあ、スペシャルは、強くないんで、その、生存意識とかいらない。うまっ、それはうめえ。今の局者でやられた。ただ相手アサリあんま持ってないんで、多分まだ攻めてこない。むしろ逆に俺らのチームがアサリ17個持ってるから攻めのチャンスだね。ヒルが入ったら多分カウント進みそう。外した、やばいやばい、ナイス。さあ味方やってくる。さあこのダメージやばい、結構ダメージ食らっちゃってるからね。どうしようかな。うわ、攻めたいけど見てるな。このモブピッチャーに紛れていきたい。あ、これ一回潜伏タイムか。これやるとか。これやる。オッケー、リールしっかりやる。落ち着いて1枚やって。やばいなぁ。相手強いぞ。オッケー、やっていく。やばい、死ぬ。抜かないで。危ねえ。確実に味方がやられても落ち着いて、ヒーローすることによって、味方の復帰時間を稼ぐ。やべ、作っちゃった。作ってしまった。ローラーガチアサリ持つと何もできない。ごめん。間違って作ったガチアサリを味方に渡す時の罪悪感半端ない。死んじゃう！あ、これ死んだかも。おっ、うまい！あ、これいける？やばいやばい。はい！オッケー。相手はまだ。あ、まあ、これ、ワンちゃん味方飛んでこれんじゃね？飛んできて。うわー、飛んでこれなさそう。うわー、これ死んだかも。さあ、1枚やる。さあ、フェイント決まっていく。まあ、ローラーの、あ、これ死んだわ。はい、どんまい。ローラーはね、まあ、ローラーじゃなくてもいけんだけど、特にローラーは強いんだけど、戻ったふりして、スッて戻って、キルするの強いんだよな。一角だしね。うん。一角武器は結構、一角武器とか近距離強い武器はそれかなり刺されるから、俺はよく使うね。これ。うわ、リッター怖いね。いや、これ、金網。あれ、やってね。ごめん、任せていい？オッケー、味方やってくれた。ちゃ、ハマった。いや、これ無理だな。やばい、うん、マジ？マジか、リッター。はい！ローラーいたー！もうマジか、着地。今ね、多分、今ね、ジャンプ絶対ローラーだと思って、むしろ着地入って安全に狩ろうとしたら、逆に違うやつに着地狩られるっていう。自分の着地が狩られた。敵の着、スーパージャンプ着地を狩ろうとしたら、自分のスーパー着地が狩られちゃった。はっ！いやー、当たんない、それは。ちょっと、反応できなかった。はい。縦笛で牽制がかかる。てか、この試合全然カウント進んでねえじゃん、よく考えたら。なんちゅう試合だ。まあ、ガチアサリたまにあるよね。お互い100、100って、カウントが。お互い100、100のまま進まないみたいな。他のルールだとマジ、ないけどさ、基本的に。
基本的にしかないわ。アハリアマジである。やばい、これもしかして、うわマジか、無理か、カーボン降ってきた、まずい、これちょっとやばい。あ、お願い、ハイドラいるから大丈夫、ハイカスを信じてる。ハイカスの人がね、なんだかんだ毎回ちゃんと防衛してくれてるから、ハイカスの人を信じて俺は前へ突き進む。うわどうしよう、これ、いやこれ落ち着きでいいな。パドンデスタイム始まった、どっちが先にゴールを入れるか。いやーごめん、外しちゃった、いやまずいかも、味方お願い、ナイス、そのキレでかい、やばい、敵がガチャサリ3個持ってるけど、3個持つ必要なくないか。うん、3個持つ必要ないぞ、1個入れたら勝ちなんだもん。俺は逆にラッキーか、敵さんに自分の位置を教えてくれてるから。てか延長いつまで続くんだろう、これずっと100-100のままだった、ちょっと気になってきた、気になってきたけど負けるわけにはいかない。あ、8個か、俺ワンチャン入れに行ってもいいぐらいで。さあカーリングボムで圧かけて、カーリングボム流すだけで相手は警戒しないといけないから、さあ9個にしとこう。やべ、作っちゃったけど、作ってしまったけど、やばい、 OK、 さあどうしよう、これやばい、入れられそう、でもこれは味方信用するしかない。ナイスです、危ねえ、あれはもう味方信用するしか。これワンダー正面から、あ無理だ、危ねえ、リッター、いやあえてこっち、あのガチアサリはおとり、前のガチアサリはおとりで、こっちが本命です。ナイス、オッケー、いやこれ今のめっちゃない、いい作戦じゃなかった、ガチアサリを正面に投げて、相手はねそれを見とかなきゃいけないんだよ。うん、来られたらね、取って投げられるから。だからあれはおとり。おとりで、右のガチアサリが本命みたいな。いや、ナイス。初めてだ、こんな延長になったの。はい、マッチングいたしました。富士坪スポーツクラブの、ガチアサリ、よっしゃ。で、いくぞー。いきます。さあ、編成は、リッター、バケ、リッターバケ52。どうだと、で相手の落ち、いいんじゃない、まあよくもねえか、相手のボトルートの落ちがちょっと嫌だな、ヒッセも嫌だな、マニューはそんな嫌じゃないな。え、今のやれてないか、まあ、メイン性のサブ1個目しか積んでないからな、思ったらね、なんか危ねえ、プラマニューバー系の武器全然怖くないんだよな、もう射程が短いから、射程が短い割にそんなにヒルタイムも早くないから、スライドした後は早いけど、むしろスライドはさ、隙になるから、どうした、あマジか、外しちゃった、ごめんよ、当てた、あ局者当たらず、あこれバレてるよな多分、うわー、うわジェット2枚、はい、いやー帰れない、一応スーパージャンプ短縮メイン位置のサビ1個積んでるんだけどな、ダメだった。さあレッツラゴー、あこれまたさっきの試合みたいに100-100のまま延長になる予感がする、なんか2枚いたわ、これは進みそうだぞ、ここで焦んないのが富士坪スポーツクラブの攻めること、富士坪はねマジで正面1人でもおったらマジで攻めれないから、いやスパタン強いなマジで、やっぱりローラーはスパタンマジで必須だと思うわ今の環境、はい、エイムが良き、はい、いや強い、え、マジで強い、てかね、でも3ってね、なんかスパタンなくなる気するんだよ、なんかリスポーンがさ、なんか上からになるんじゃ、なんかあれで味方のスーパージャンプもなくなるんじゃないかなってワンチャン思ってんだけど、どうかな、これ入れれるの、入れて着地、いやだよな、まあこれ駆られるのはまあ分かってた、まあどうせ、いやでも今どうせやられるの分かってんだったら、吐かないでワンチャンキルじゃないった方が良かったかな。これやりたいけど。分かった。あー、うまいね、君。ナイス。オーケー。あ、クイボ必須か。さあ、どうするこれ。やべえ、これどうしよう。リッターさんがやっちゃった。
味方のヘイトをうまく利用してキルを入れようとしたけど無理だな。でも富士通は焦らない。富士通はガッツし人数フリー。じゃあマジかよー、それは相手連携取りすぎ。富士通はねガッツし人数フリーになんなきゃ入れられないと思うけど、左から入れられそう。出っ歯が多いな。出っ歯嫌よ。うわやばいかもこれ。うーわ射程長、ボトルガイザー射程長すぎ、やばいよ。攻めれない、攻めれない。味方がナイス、リッターから抜いてくれたの。なんかこうピンチの時にしっかり抜いてくれリッタースコ、オッケー、しっかり抱え打ちさせていく。このバブルランチャー抱え打ちはかなりでかいぞ。ここはアサリ集めたいね。農地の人王冠ついてたからちょっと警戒だな。やりたい、あの農地やりたいけど、多分俺結構警戒されてるけど、これはバレてなかったみたいだ。さあドリブルアサリでこれ入れる、後ろから来てる気がする。入れたい、入れて着地で生存できないかー、これ生存できないだと。頑張れ、でもカウント進んだ。よし、スーパー着地の犠牲は無駄にならなかったようだ。これさすがにしようか。あ、オッケー、このレース、あー今のちょっとこのレース良くない、やばい、入れられるよこれ。いや今のジャンプ良くなかったな。ローラってさ、ジャンプからの縦振りクソワンチャンあるから、そのワンチャン狙いたくなっちゃうんだよな。やっぱり左、うわマジか、全員正面か。一人は左から来ると思ったんだけどな。あーいいでしょう、それぐらいのリードくれてやろう。なんだと、マジやれねえの今の。とりあえず9個にしとく。あった、これいけるかな、こっそり入れていただきます。うわー、いやナイス、オッケー、ナイスー、オッケー。やっぱね富士通は絶対正面と右から、もう両方から攻めないとマジ入れらんないわ。今みたいに片方だけだとね絶対無理だわ。これは無理しない、無理はしません。あ、オッケーオッケーオッケー、生存第一。やばい、めっちゃ詰められてるんだ。はいはい、いや、カウント余裕あるから。やばい、俺これ、こっちからだとちょっと倒せないんだけど。ここで縦振りブンブンしかできない。やばくないこれ。あ、やばいかも。ちょっと待って。1枚やる。やばい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 。なんかいる。やばい、ちょっと待って。危ない。おーおーおー、なんだいなんだ、なんかよくわかんないけど、全員やったわ。ナイス。勝利のお辞儀。いや、最後よくわかんないけど、なんか全員やったわ。うん。何が起きた？なんかカーリングボム、綺麗に決まったな。もしかしてオリンピック出れる俺。うん。ナイスー。はい、マッチングいたしました。ムツゴロウのガチアサリー。よし、やっていくぞ。最近ま、先生はジェッカスデュアル、ザップ、ローラーと。なんか味方の武器強いぞ。頑張りたいな。でもムツゴロウはね正直あんまりローラー強くない、うん、なんか開けすぎてて障害物がなさすぎてね、ローラーの詰めるのが難しいんだよな。味方ハイプレー打ってる、オッケー、ナイス。味方ハイプレー打ってる時は結構敵にダメージ当たることが多いから、マップ見るとその敵の位置がねマップに映るんで、味方ハイプレー打ってる時はまあこれちょっとね難易度高いけど、マップ見てハイプルっていう先のマップを見て敵の位置を把握するっていうテクニックもある。うわバレてるわ、あやばい、これやめて。射程2された時は素直に味方飛び、これワンチャン入れれる、あーやばいやばい、はいはい、バージャン最強なんだよな。やばい、ナイス、これ入れれそうだけど、ほっ、オッケー。さあ、これ、入れさせていただいてよろしいか、ダイナムだけだ。自分よろしいか、はい、オッケー、フェイント決まっていく。今のね、ムーブ深いな。今のムーブの深さが分かってくれる人はいるか。止まるんだよな。なんか、一家忍者をうまく使うコツとして、なんだろうな。なんか逃げたふりしてスッて止まるんよ。
そうすると相手はね、どこ行ったか分かんなくなるんだよ。どこで扱ってる人にしか分かんないテクニックだったの、今の。割と。お、マジか。いやー、惜しい。今の完成キャンセル結構、相手の票つけたけど、相手のエイムがバチクソに良かったわ。あ、レッツラガオ。カーリング。え、スリーレアさ、あー、強い、それは。スリーレアさ、スプラローラーにカーリングボムが続投してるっぽいんだけど、それはマジで良かった。この武器に、この武器、あ、カーリングボムさ、スプラローラーより、ちょっと待って、戦闘しすぎて、喋りたいことが喋れない。カーリングボムより相性のいいサブない、スプラローラー。ほんと。うん。マジで相性が良すぎるもん。この武器とカーリングボム。やっぱローラーってさ、やっぱ機動力が大事だからさ、その機動力の部分を補っていける。イカ忍者とも相性いいし、本当に文句なし。やばい、飛ぶ場所がない。上から攻める。下に敵が固まってるから上から攻めさせていただく。こんにちは、ナイス。1個ちょうだい。誰も持ってなさそう。持ってないな、これ。あ、持ってねえ。あ、持ってないかい。やばい。やばい、これ。やばい、これ。やばい、これ。あ、これは無理だ。しっかり見てたね。あんまり動きすぎると、怒りにはつけてても、リンクに後の頃からバレるんだよな。どうしよう。あ、ここいるな。おっ、おい。やばい、ダイナもきつすぎる。上の台、上にあそこバシャバシャされてるだけ、ローラーちょっと近づけないんだよ。上にダイナもいるときは素直に下から攻めさせていただく。さあ、スーパー着地が溜まっていくので、これは強気に味方に飛んで、これは吐かなくていいの。入れさせていただきます。9個持っていただけました。OK。はい、はい、はい、はい。はい、あ、これ乗っかっていけんじゃね。あ、来た。勝利の着地。オーケー、77、ナイスー。はい、ってことでね、今回は、自分のメイン武器、ヒーローローラーを使いました。ちょっとね、一戦目がね、かなり珍しい試合だったね。カウント100のまま炎上ずっと続くと。はい、ってことで、もしよかったら、チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。それでは、さよならー。